皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、雲野隆史です。今日の雑貨はですね、私の資格試験の方法についてお話をしていっていますけども、今日はその5回目です。えー、5回目の今日は、えー、テーマが常に考える。こんなお話をします。あのー、資格試験ってなると、まあ、海外のこの資格試験っていうのはまあまあ、過去問みたいなのが、 それをこう繰り返し繰り返し、まあ練習するというか、えー、学習することによって、まあまあ、まあまあ、試験対策っていう話です。あの、本来だとね、あの、知識としてとか、スキルとしてとか、あの、身につけるみたいな。本当のところはも、もうベースのところっていうか、あの基礎的な部分だから、本当は、その参考書とか読まなきゃいけないんでしょうけど、まあどうしてもね、時間が足りないみたいな、そんなとこから、えー 試験時間、試験、資格試験の時間って、まあ、ちょっとね、えー、遠回りになりがちなんですけど。ただ、えっと、いずれにしても、その、限りある時間だったりとか、うん、短い時間の中で、まあ、効率よく学ばなきゃいけないっていそんな話になるから、まあ、一回目に話したような一問一答みたいな、そういうことで、なるべくこう、クイズみたいにならないように。 した方がいいと思うんです。あの、当たった外れたみたいな、そういう話で。で、えっ、ー、と、その、今日お話しするような、その常に考えるっていう話は、あの、まあ、問題集とか、その参考書を仮に見るとしても、うん、ただ単に、こう、大事なところを読んで、線を引くとか、まあ、あの、なんとなく読むというよりは、まあ、実際に、その、 考えるという、そういう頭を使うという、えー、そういうインプットの仕方をした方が、まあいいというのは、まあな最近のね、その本とか、えー、YouTube とか、まあそういう動画のところでいろいろやっていますけど、まあちょっと私自身それって、ああ、確かにそうだなというふうに思います。あのー、隙間時間とか、そういうところでこうちょっと眺めるみたいな、あの、どうしてもね、もう本当の、あのー、数分しかないみたいな。 そういうことだったらいいいのかもしれないんですけどただ、えっと、まとまった時間があるのに、なんかそのただ眺めてるだけというか、なんかそのやった気になるみたいな、そういうことではあまりこう効果が薄いというのは、私自身もちょっと漠然と思ってはいたんですけど、まあ、やっぱりその結果的に、うん、頭を酷使するということだったりもしなきゃいけないんだとすると、まあ、どうしたらいいのかなっていう話なんですけど。 まあ、ちょっとよく私がやっていたのは、うん、問題を読んで、で、まあ答えをえまあ間違ったところなんかも、えー、あるわけなんで、まあその間違った時に一問一答で答えを見るんですけど、一旦閉じて、で、でさっきの問題ってこういうことだったよなっていうのを、ちょっと反数するというか反省するというか、ちょっとそういうところをやると、まあ結局、その、 文字を折っちゃってたりとか、線を折っちゃってたりとかってすると、まあなんかこう <laughs>、やった気になるんですけど、そういうのってやっぱりね、残念ながらですけど、あのー、覚えにくいというか、うん、記憶に残りにくいんで。なので、えっと、一旦閉じて情報をこう、シャットアウトして、で、えっと、自分の頭の中だけで考える。そういうことをした方が、うん、なんか定着はしやすかったと。 というふうに私は思います。あの、いずれにしても、ただ単に <laughs> パラパラめくるだけだと覚えきれないというふうに思いますので、まあ、どうせ同じ時間を使うんだったら、その頭を酷使するような方法を取られた方がいいんじゃないかなというふうに私は思います、えー。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。